今週は中国4000年の歴史を受け継いだ仙台的ソウルフード麻婆炒荞麦を紹介するよ。陳建民さん、今の赤坂四川飯店の創業者の方が日本全国に麻婆豆腐という料理を広めたのは確かですね。でそこからの派生のメニューですよね、麻婆焼きそば。でなぜか仙台でこう根付いた。まず麺はカリッと柔らかく、上に乗っかってるあんの方はとろっと、そして豆腐はプルッと、そして後から来る辛さと香りですかね。ひき肉プリプリよ、柔らかい豆腐、麺香ばしい。2020年東京オリンピック仙台も開催地の一つなので、世界中から来ていただいたお客様に食べていただいて、新仙台名物っていうのを PR したい。はしかりではこれまでに放送した100本以上の動画を見ることができます。気になる情報は要チェックですよ。番組への情報もお待ちしてます。